よろしくお願いします。感じにこう決まりそうって言ったかな、あのいい感じにアホかいい感じにめっちゃ効きそうなこうグッとねいやすごいいい感じにあのバッてなりそうな味やなっていう感じがしますね。デザイン的にもこのなんかやっぱこのあこれはやってくれるなって感じのデザインがしてるんで、やってくれるよね、やってくれる感じするっすよね、うん。やっぱ僕らほんまにこの馬力横パッとこうギアをもう一つ二つ出さなあかんタイミングとか、まあ制作の仕事とかで活力入れたいなっていう時があるんで、そういう時にやっぱ手に取っちゃいますね、この感じをあの出されてたら。なんか仕事の間句読点を打つように飲むんですけど、これやっぱなんだろうな、こう聞いてる感じがはするんですけど、結構味がさっぱりしてるから飲みやすいんですよね。他のエナジードリンクだったらちょっとくどくて何本も飲めないなというか、あんまこうたくさんは飲めないなと思うんですけど、これだったら 500ml スッと飲めちゃう味だなと思いますね。実際あの新しいアルバム作ってる時も飲んでましたね。これのあの黄色いやつを飲んでました。こう飲みながらずっと書いてましたね。体もバチンとスイッチ入れて、でかつ気持ちもバチンとスイッチ入れて乗り切りたいなって時はね、やっぱちょっとこうゾーン飲みたいですね。あとやっぱり私も曲作りする時とか、あのやっぱりはかどるのが夜だったりするんですよ。
昼からずっとやってきてて、やってきてるけどなんかあんまり思いつかないなってきて、夜パッと思いつくことはすごい多くて、でも思いついたんだけど眠てえなって時とかすごいあるんですよ。思いついたんだけど眠てえって時、マジでこれ必須アイテムですね。なんかこの時入ったみたいな記憶ある？鮮明にこの時入ったっぽいなみたいな。俺確実にあんねんけど、あの松永さんも見てたと思うんやけど、あのアドレナリンっていうバトルの、うん、ゴルビーさんって人と俺がやったバトルがあって、うん、それが2014年ぐらいなんやけど、なんか1回で決まらんくて、うん、あのレフェリーのタイカさんって人がなんかあの8本ぐらい、なんかあの、うん、タイカさんがずっと指で数えてて今何ターン目みたいな、で俺が気済むまでやってくれみたいなことを言い出して、うん、結果8ターンぐらいやったんやけど、やったね、その時はあの自分でも後々振り返って、あの時多分入ってたと。そうなんだ。なんかもうあのすごかったお客さんとか、うん、その感じとかも別に全く、うん、あの気にしてないというか、相手の MC バトルなんですけど、もう相手のゴルビーさんという人の言ってる言葉と音だけを聞いてる空間におるみたいな、なんか、うんうんうん、もうなんかめちゃめちゃ気持ちいいとかね、なんか何も感じないんですよ。その気持ちよさというか、そのあの音だけ聞こえる状態みたいな、多分あれがもしかしたらみたいなのは振り返ったら思うですね、うんうん、時は。ライブ中のゾーンはこれゾーンっていうか分かんないけど、すっごいこうね、寝起きとかテンションが低くて、なんか体が起きてない状況の時って曲流れる曲がめっちゃ速く感じるんですよ。でめっちゃ緊張してこうかかってる状態の時は曲がめっちゃ遅く聞こえるんですよね。そうするとリズムが走っちゃってリズムがずれちゃったりで、ですごい体が寝てるともちろんそのスピードについていけなかったりとかするんですけど、自分のこうテンションと心拍数と実際に流れてる曲がバチッと合って完璧にオンの状態でリズムに乗っけられた時が何回かあるんですけど、あれはライブ中のゾーンってのあれかもしれないですね。歌丸さんかな。ちょっと歌さんにはゾーン飲んでほしいですね。毎日ラジオしてと、執筆原稿書いて、ラップ書いて曲作って映画見てハードワーカーやな、うん、でまあ本当多趣味じゃないですか。でも全部突き詰めるし、これでゾーン飲んだら逆にやばい、もっと仕事するよあの人。もうそれはそれでちょっと後輩としては不都合だよね。ちょっとそれはそろそろ休んでもらおうか。ある程度抑えておいてもらう。歌さんゾーンを取り上げたい人です。すみません飲んでたら取り上げます、ね、飲んで取り上げます。見つけ次第見てくださいよ、そういうことすんの取り上げますけどそう、もともとそのいろんな組織に属してるし、まあ、2人組でやってるけど、で大阪の仲本もやってるし、で、まあ、ソニーというところでもやってるけど、俺は誰一人自分より偉いと思ってないし、逆に言うと俺は誰よりもその、偉いとも思ってない、なんて言ったんやかな、まあ、まさしくリリックの通り、俺より偉いやつなどいないし、俺より偉くないやつもいないと思っているんで、なんかそういう対等に一緒に頑張っていけたらなみたいな気持ちもあるんですけど、まあ、でもこのアーティストとしてはこのみこしに立ってこの先頭で言ったらぶちかますことが仕事なんで、そこはちょっと任せてくださいと、やったりますよみたいな気持ちもあったりとか、なんかいろんなのがぐちゃぐちゃってなってる、一言で言えないから結構いろんな言葉紡いでこの曲にしたという感じではあるんですけど、何も考えずに聴いても気持ち曲にはなってるなと思うんですけど、いろんなこの歌詞の、仕掛けやったり言葉遊び的なこととかもなんか探しながら聴いてもらえたら楽しいかなと思いますね。まあ、でもそれこそゾーン時期に、まあ、確かにゾーン時期に作ったやつですよね。確かに確かに。ひたすら曲作りが楽しくなってしまう時期みたいなのがあって、まあ、それゾーンだったかもなみたいな。あれ入ってたな。入ってた。もう本当毎日3曲作ってあるの送るみたいな。長く入ってたな。そうそう。な曲作りたすぎて寝たくないみたいな。で曲作りたすぎて早く起きたいみたいな。ヒップホップ始めようとしてる人とかラップで生きていくぞって決意してる時点でもうその人はもうライバルなんで、だからなんかそのなんていうか、俺が偉そうに言ったとしても俺が逆の立場やったらなんか
何分かったようなこと言ってんねんとか、お前とか一瞬でやったるからな、みで俺もやっぱりラップ始めたての頃とかはそのやっぱ大御所の人とかがなんかヒップホップでのとか言ってたらはみたいな思ってたんで、だからなんかそういろんなねそういう気持ちがあると思うんで、まあうんとは思うですね。今から始める人の方が絶対的に吸収するもんも多いし、やっぱ俺たちよりもすごい技術を持ってくるから、そ負けないように俺はもう頑張るから、別にかかってこなくてもいいです、まあ、そっちか、俺らもそれ見習っていっぱい始めて、うん、どんどんもうすげえって思うけども、うん、俺たちもこうなんか確かにそうだね、これから始めようとしてる人に対してマジで負けねえからなってことだよね。そうでもマジで俺結構そうなんですよ、マジで負けへんからな、どんな技術を吸収してやってこようとあがくからな、俺は。俺も吸収するからな、お前らから吸収するからお前らが材料やからな。いや確かに、あの後輩が先輩を見て学ぶだけだと思うんだよね、うん、めちゃめちゃ学ぶからな、全て養分にしたるからな、お前ら聞いてないふうに陰でめちゃめちゃ聞いてるからな、若手の音源みたいな。じゃあどうやったらここそのお前たちの新しいスキルをじゃあ逆に経験則あるからどうやってじゃあまた変えていこうみたいな、全部養分やからな、うん、どっしり構えること一緒ないからね。Into the Zone